いいですか。はい、お願いします。ジョージです。あ、ごめんなさい、違う、ジョージです。はい、はい、いいです、行きましょう。はい、はい、ジョージです。久々です。前回はカズちゃんが投げたみたいですが、今日は私がいつものごとく投げます。お、どこかな、行きます。はい、宮地、行っといで。え、まだ行けてないよ。おお、まあ、右の方だ。どこでっか、これね。お、アミ東インターチェンジになってますね。マジですか。人いないぞ。あそこのあのアウトレットの方。あ、ほんとだ。え、何が面白いんですか。絶対人いないって。マジで、ほんとだ。左側です。あれ、ここだ、左側。うわぁ、いった、わかりました。じゃあ、さ、ヤッチ、探してらっしゃい。行ってきます。すげえぞこれ。これ一発行ったらね、あの、ユーゴンとかな、うん、違いますっけ、カツラ町とか、カツラ町、ユーゴンとかだ。そう、そうそうですもん、アミンターン。よし、カツラ町なんですな。そうそう、カツラ町って書いてますね。わかりました、カツラ町行ってきます。ユーゴン連れて行くかな。ユーゴン全然、どの辺に人がいるんだって。こんにちは、みわっちです。まぶしいっす。今日午後でございます。今日は、桂町のなんか、網東インターチェンジですね。網東インターチェンジか牛久インターチェンジ付近が目標ゴール地点。笑ってこらえてじゃなくて、ダーツの旅、牛久全域ダーツの旅、笑ってこらえないで行ってきます。です。モーキンヤ、モーキンヤ。県王道見えましたかな。牛久には、インターが2つもあるんだでよ。すげえ。まもなくね、目的地付近だって。あら、300メートル先だってよ。着きました。300メートル。ここはですね、つくば南さくら工業団地、アミインターチェンジまでね。あら、あった、ここだ。アミインター、アミ東インターチェンジ橋、ちょっと前なんですが、見てください。車いっぱい、青空いっぱい、太陽さんさん、人おらん。はい、人おらんおらんなんですが、ちょっとさっき長岡屋さんで引っ越しそば食べたらお腹いっぱいです。じゃあちょっと人を牛人、大中牛人発見まで行ってきます。あ、今日はもう網に来てしまった。アウト、網アウトレットモールでございます。なんか面白そうな小道があったので入ってみます。ビニールハウスか、ビニールハウス、何やってんだろう、ここ。桂町入りました。なんかいっぱい栽培してる。あ、大中牛人発見。あ、すいません。こんにちは。なんか柿とか取ってる。すいません、お世話になります。あ、本当ですか。まあ、あちらのお父さんが
ありがとうございます。お世話になります。ダメなんですか。なんでですか。そんなこと言わないでください。あのちょっとだけでもぜひぜひ。ごめんなさい。ダメになっちゃう。すいません。お時間はあのちょっとだけでも大丈夫なので、すいません。第一村人のパーン、第一牛人っていう方で。はい、牛人なんです。はい。じゃあよろしいですか。すみません。みわっちと申します。こんにちは。あの、はい、みわっちと言います。はい、あの今日こちらは、お名前をまず最初に伺わせていただいてもよろしいでしょうか。あ、そうですね。はい、そこの、あの中山果樹園の、はい、代表取締役中山さんでいらっしゃいますか。社長さんで、はい、下のお名前は中山治です。治さんですね。はい、はい、お次は、次ははい、じゃあ、パパさんですか。長男の高幸です。高幸さんですね、はい、よろしくお願いします。あ、そしてお母様でいらっしゃいますか。はい、キクエです。キクエさんでいらっしゃいますね。可愛らしい、そこのお孫さんですか。娘の、娘さんの外孫ね。あ、外孫さん、外孫ちゃん。お名前は誰だっけ。名前、名前ね。私の名前はアイリです。アイリちゃん、こんにちは。こんにちは。ミワッチです。そして、そして娘さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。あ、じゃあ、アイリちゃんのお母様。お母さん、はい、どうもです。お名前はミカです。ミカさんですね。はい、あ、すいません、突然お呼び止めしまして。あの、ですね、すみません。ね、このあの桂町のいいところを教えていただいてもいいですか。いいところか。はい、いいところ。いいところな。もちろんこの中山果樹園さんですよね。ですよね。美味しい梨が取れるとこじゃないですか、ね。美味しい梨が取れるとこ。トウモロコシと、あ、トウモロコシもされてるんですか。あら、梨とトウモロコシと。結構、うん、上のネットをね、畳んでるところですね。このネットですね。こちらが梨の果樹園ですね。で、さっきあのお父様のお姿をお見かけした時にですね、はいはい、何か取られてたのは何ですか。あ、あれ柿ね。あれ柿ですか。あの柿を取られていたという、これですね、オレンジ色の、お柿は、これは果樹園とは別に栽培されてるんですか。そうだね、まあ、うん、果樹園とは別に、なっちゃったからもみってる。お父様がと、勝幸さんだけ、高幸です。あ、失礼しました、はい、高幸、さっき言ったカツ丼食べたんでね、カツって出ちゃうんですよ。ゆきさんですね。はい、とお父様とお二人でですか、されてるんですか。普段は嫁さんと、あ、お嫁さんも、うん、娘も慣れてるところで、娘さんも高速道路すぐ乗れるとか、アウトレットができてね、だいぶ、うん、行けるとか、ね、牛久じゃないけどいいとか、うん、あ、なるほど。はい、あ、そうだね、あの、だいぶじゃなんかも近いし ね、うん、そうですね。ただそういうの地元だったら意外とね、うん、あの、気づかないんですよ。え、意外と行かないんですか。もしかして行かないですか。すごい近くていいのに、なんか、ね、そう、だからアウトレットもできたばかりの頃は結構行ったんだけど、うん、今になったらあんまり行かなくなった。行かなくなっちゃったんですか。高山果樹園、よろしくお願いします。はい、住所はどちらでしょうか。牛久市桂町になりますね。牛久市桂町 の、ここの番地はね、2439ですね、はい、2439ですね、はい、梨が狩りとか来年とかしたいときは、あ、梨狩りはないので、はい、とりあえずあの萌え田梨を、はい、購入に来てください。あ、直売はされてるんですか。あ、そうそうそう、直売ですね。どの、ここ、こちらで、こちらで、あ、じゃあこちらの、お店で、そうですね、はい、お買い求めいただけるということで、通ったら4月頃は花が満開だから、4月の20日過ぎが、うん、4月の20日過ぎ、うん、梨の花も楽しみに見に来てください。よかったら食べてください。その前にあのトウモロコシも直売しますんで。え、トウモロコシいつですか。シーズン、トウモロコシはね、6月の後半から7月にかけて。あ、じゃあこうか、こうすればいいんですよね。すみません、
はい、中山果樹園さんの皆さん、第一牛人としてお会いすることができました。もうすごい嬉しいです。会えなかったらどうしようと思ったんです。よかった、ね。はい、今日はありがとう、牛久でございました。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。本当に助かりました。もう今日しか撮る日がなくてですね、本当にこの1時間で会えなかったらどうしようというところだったんで、すみません。役に立てば本当におかげさまでありがとうございます。今日じゃなかったらここいなかったからね。え、本当ですか。すごいタイミング。嬉しい、本当にお世話になりました。今年、おととしぐらいじゃない、おととしですか。おととし、同じの時期に8月の後半ぐらい、スタジオまで行って、勝月さんじゃない、高いです。あ、高いです。すいません、ごめんなさい。が、去年の8月ぐらいですか。あ、俺じゃなくて、パパさん、代表さん、ありがとうございます。しっかり宣伝させていただきました。はい、まだなってるもん、うちにもあるし、あの柿いただいちゃいました。はい、すいません、中山果樹園さん、柿が今たくさんとね、それで、はい、果樹園さんの柿いただきました。はい、ありがとうございました。はい、です。中山果樹園さんでですね、もうすぐに出会いまして、美味しい柿もいただいてしまいました。今日は、ダーツの旅、中山果樹園さん、今日このタイミングじゃなかった、いらっしゃらなかったということで超嬉しいでございます。以上、笑ってこらえないで、勝田町版、終了です。ドロン。